世界は逆さま。はい、こんにちは。世界は逆さまのひろきです。リハビリ病院を退院しまして、2週間ぐらい経つんですけれども、普通のそのリハビリ以外のところもいろいろちょっと試してみたいということで、今回は鍼灸、鍼灸ですね、いわゆる鍼、ブスブスさつやつにちょっと行ってきましたので、その時の動画をご覧ください。はい、というわけで今回は水戸市笠原町にある神話鍼灸接骨院さんにお世話になりました。今回初めてだったので、結構問診をね長くやって、いきなりこんな感じの、背中に針を打つところのシーンしかありませんけれども、ご覧ください。こちらでは、私みたいな、脳卒中による肩麻痺、そういった後遺症にも対応していただけるということで、今回はお願いしております。なんかこう軽くね、ちょこっとチクッとするぐらいで、まあ感覚障害もあるけどさ、ああ背中もやっぱり、いやでもそれをさっぴいても全然痛くない。そうなんだ、これ痛くない場所に打ってるからってことですか？いえ、基本的にはツボと、まあ、筋肉の硬さ、コリっぽさを感じるところと、僕の場合はどっちも打ってます。思ったより痛くないけど、なんかあれだな、わかる、なんか筋肉がもじもじしてる感じがする。そうですね、一応結果的にですけど、異物が入っているわけなので、はい、あと針のサイズ感的、太さ的にも、このぐらいの太さだとちょっと感じる人は感じます、っていう太さのやつ使ってます。これ細い、細めっていうわけじゃないんですか？これはうちの院で置いてる太さだと、やや太めですね。あ、そうなんですね。すごく細く見える。 0.18 ミリっていう太さです。細く見える。もう細い？これ髪の毛細い、そう、髪の毛ぐらい、筋肉に結果的にいい刺激が与えられるはずです、針を打つことで。針ってそんな効果が。7、8分ぐらいちょっと時間を稼ぐことで、はい、寒くないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？わかるけど不思議な感じ。不思議？全然痛くないとか、針の痛みさじゃなくてさ、それこそ内側からこうグリグリされる感じなんだけど、グリグリはしてないじゃん。してない。何を逃げんと筋肉いじってんだけど、だって動きもないわけじゃん、当たり前だけど。うん、なんだこれこれで柔らかくなるんですか？基本的に筋肉の緊張が緩んでくれます。はい、針にはそんな効果もあるので、鎮痛って言って痛みを和らげる効果、あとは血流を改善させる効果、今お話した筋肉の緊張を緩める効果、この辺はありますので、また神経痛の患者さんなんかには神経の走行に沿って針を打ってあげることで、そこの循環が良くなって症状を改善するみたいなこともできるので、神経痛の治療にも僕は針をガンガン使ってます。針もお皿も使い捨てにしてるんで。これはあれですか、なんか産業廃棄物というか。そうです、なんか産業廃棄物として処理します。動かそうと思ってやっぱり頑張ってる筋肉は硬くなりますから、そこが緩むだけでもやっぱり楽なはずです、はい、まあ、リハビリでいっぱい動かしてると思うので、しっかり
たまには緩めてあげることも、うん、なるほど。そうすると案外楽になって、今度また動かすときに動かしやすかったりするはずなので、はい、上にぐーんと、はい、あの頭の中の意識とイメージとしては、はい、足首だけを上に持ち上げるっていうイメージでちょっとやりましょう、はい、意識のすごい楽、はい、最後に手首の背屈、はい、ちょっとあともう二方向だけうちではちょっとやっとこうかなと思います、はい、伸ばし切りましょう、はい、OK です、はい、でこうしていただいてもう一回伸ばしましょう、はいはいはい、さあこう持ち上げる感じです、はい、あの他の連合運動共同運動出ちゃってもしょうがないので、あの出ちゃっていいですので、はい、意識とイメージとしては手首だけを上にこう持ち上げる感じですね、はいはい、これもちょっとまず10回いきましょうか、はい、ラストです。うん、OK です。うわぁ、いや、あ、でもちょっとムズムズしないしますよね、さっきよりゴリゴリする感じ、あ、柔らかいというか柔らかくなりますよね、はい、ちょっともう一回上にグンと持ち上げてみてください、はい、この辺はちょっと楽かなと思います、はい、うん、いいですね、OK です。これもまた同じです、はい、意識とイメージきちんとしてください、はい、この4本の指をこう伸ばそうとしましょう、うん、はい、まあちょっと大変かもしれないですけど、はい、イメージですね。そうです、イメージです、はい、僕の手今これ握ってると思うんですけど、はい、これをここからこの4本全部離そう離そう離そうとしていってください、はい、はい、10回やりましょう、はい、はいはい、行きましょう。1、2、8、9、最後行きましょう。10、うん、OK です、はい、この辺の剣がピンとこうこわばるじゃないですか、これはしっかり力が入ってる証拠です。なので、あとは動かしていくようにするには、まあちょっと時間をかけてっていうところかなと思います、はい、うん、剣自体はちゃんとしてる、やっぱりこうピンとしてくるので、まあ、反応はあるかなっていうところかなと思いますね、まあ、とりあえず今日はこれで終わりましょう。ありがとうございます、はい、はい、いかがだったでしょうか。ハリー昨日打ってきた時のね動画だったんですけれども、これね、1日経っても割とこの軽さというかね、筋肉がこうリラックス感した感じっていうのは割と残っています。これ2、3日ぐらいは続くのかな。針を打って、ちょっとリラックスした状態の時にリハビリをで一気にこうね体を回復させるっていうのもちょっとあれなのかなと思いました。はい、というわけで、今回は鍼灸院に行ってきた時の動画まとめてみました。通称でやってるリハビリ施設以外でもこういった、鍼灸院ですとか、あるいは有料のリハビリ施設なんかもね、試して、これからもね、どんどん試していきたいと思います。少しでも回復してね、もうちょっと良くなった姿を皆さんに見せれればいいかなと思っております。じゃあ、今回はこの辺で、バイバイ。次回は逆さまでは脳出血を発症し半身麻痺になったひろきのリハビリ記録やリアルな生活を発信していきます。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。